はい、1枚ペーパーというのはこうやってさ、ペーパーを上に載せるっていう安心感があるよねもう載せちゃえば落ちるということないからね。2枚の時はね、下からこう押さえなきゃいけないこのこ,こ,こ下からこう押さえるんだけどこの時飛んでっちゃうんじゃない紙がね。親指でペーパーを押さえておいてこの隙間に入れるって方法あるよね。 こうやって持つとね、親指で髪の毛を三角に収束させちゃうでしょ毛先を束にして。そんなのね、関係ない。パーマの仕上がりに。いや、なくはないけど、ほとんど影響しない。それよりも綺麗に巻けた方が、綺麗なパーマになるよ。ロングとか、やっぱり長い方は折らないで巻くけど、なんで折らないのって言われたらペーパーが小さいから折れないんだよ。長さに対して。 折って半分にしたらさ、ロングなんかえって巻きづらくてしょうがねえ。だからね、折らないで巻くっつうの。ほんで、一枚ペーパーっていうのは、ウィックを綺麗に巻くための巻き方だと思った方がいいよね。で、ウィックを綺麗に巻くには、ウィックっつうのは地肌がないでしょ。地肌が硬いでしょ。だから、厚いペーパーの方が綺麗に巻けるっていうの。 人間の頭の場合はね、柔らかい地肌っていうのがあるからね、多少変に巻いても綺麗に収まっちゃうんだよね。実際の現場だとね、どんな髪の長さでもね、とにかくね、巻き終わんなかったら仕事が終わんないからね。こんな一枚ペーパーだっつって一枚ペーパーにこだわってね、襟足のあたりさ、もちゃ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 さ、一本巻くのにさ、35秒もかかってるよじゃんもうどうしようもないって。ほんで、巻けねえからっておばさんパーマ長いまんまにしといてね。 切ったら負けませんとか言ってね、5センチも6センチも長くしといてね。そんなパーマねよ、おばさんパーマはもう襟足短くねえとダメっていう人もいるんだから。美容学校卒業したらとにかくね、2枚ペーパー練習しないとダメいかなる状況下でもね、やっぱり2枚ペーパーってのは強いね。劣悪な環境でも負けるっていうの ?1 枚ペーパーでもなんとか負けるもん。いや、なんとかじゃダメなんだって手のろじゃ。自分もね、下負けに関しては、 折って巻く2枚ペーパーってのをね、使えるから、まあ普通に巻けんだけど、上巻きだよ、上巻き。あれね、折って巻けねえんだよ。下手なんだよ、だから。うちの動画をよーく見て分析してる人だったら、上巻き遅いなって分かってるはず。まあ下巻きも大したことないけどね、順行速度で巻いてるけどね。やっぱり忙しい時はやっぱり下巻きでね、さっさっさっさと巻いてね、次の仕事行かなきゃと思うんだよね。綺麗に折らずにちょっと斜めに折って、置くと楽かな、こういう風にね。 こういうふうにねこうやって焼くと巻きやすいかなね現場ではねうん国家試験の巻き方とはまた違うからはいコメント返しねナナミン先生ねパーマ正直苦手ですまあどんな方にパーマかけてるのかな男性にかける場合だったらね ツイストパーマ、ねじりパーマあれは意外と無難。かかりすぎってのが意外とないんだよ。巻物だとほら、かかりすぎただの、緩いだのってあるけど、ねじりパーマの場合はある程度ねじって杖薬ぶっかけときは大体かかっちゃうからね。まあ、染めてる人に一番杖塩ってのはないだろうけど。あと、まあ、男性の髪だからね、染めててやばいなつっ,って一番弱いシ,シスかなんか使うとまた、 かかんなかったりするかな。これも、ちょっと経験必要でね。かかんなかったらもう一回かけてあげりゃいいんだから。また男性のパーマね。自分も最近ツイストをなるべく進めるようにしてるけどね。どうかけていいんだかわかんない男の子も多いからね。まあ、おしゃれな子でこう巻物系望むんだったらそれでいいんだけど。若い男の子はね。やっぱりツイストでねじっちまった方がなんかこう毛先がピンとこのスパイキーっていう感じなんかおかまっぽくないみたいなね。あれ半端に曲げるとなんかなよなよした男の頭になっちゃうからさ。 まあそういうのが好きな人だったら好きなんでいいんだけど、まあ男性が来てね、どうやらか,かけていいかわかんねえって言われたらね、じゃあツイストはどうですかってご提案してみるのも一つの手だよね。で、どういうのツイストって言ったら、うーら、それこそスマホでググって調べてくれようだよ。まあ男性は大体がそれで回避できるけど、やっぱり女性のパーマだよね。これはね、難しいね。もうすでにかかってたりさ、染めて傷んでたりしてね、染めてなければ楽勝なんだよね。宿毛矯正もかけてなくてね。 ま、以前、サムノスケ先生も言ってたけど、宿毛矯正に6のパーマーかかったことがない。本当にね、そうなんだよ。かかったことねえんだよ。だけどお客さんもかけてくれって言うんだけどね。まあ、宿毛矯正かけてる紙パーマはね、本当にね。アイロン教えた方がいいっすよね。サムノスケ先生ね。<laughs> 本当にそう思う。はい、お疲れ様でした。